年最後 の一番最後に出す動画、はいはい、1年間ありがとうございましたっていう動画を出すから。あ、はいはいはい、それの今年最後ってまあ変わんないけど、あれ一応ね、はいはい、締めでね、明日は明日出すって、明日出すって言ってどうするんですか。もう回してんの、もう押せますよ。ふざけんじゃないよ。勝手に押すんじゃないよ、人のあのあれを。本当によ。じゃあしょうがない、その流れでいくか、はい、ということで1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ数々の動画アップしてきましたけども、はい、まあ見ていただいた方に、31日の締めということでね、はい、ありがとうございますという気持ちを伝えたいと、はい、いうことで動画回しましたけど、勝手に回してますけど、だって準備してたじゃん、押してくださいみたいな雰囲気だったじゃん。だってスイッチも入ってるしさ、もうさ、まあ、何これみたいな、いる、今年のね、総評を出したら、まあ、ノーグリップテープの入れるのが面白かったですとか、あ、宮下さんのね、いや、お前がね、俺が使ってるやつの、はいはい、ノーテープ、ノーグリップね、うん、まあ、だからいろいろ総評いただきましたけど、まあ、それを参考にね、まあ、来年も、まあ、基本はプロがね、練習してるとこがメインになると思うけど、はい、まあ、ラウンド行ったらラウンド動画も載せますしと、はい、いうことで、まあ、とりあえず今年1年、ずっと見てくれた人、まあ、途中から見てくれた人、いろいろいると思いますけども、まあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、で、まあ、最後にこれは教祖の言葉じゃないけど、え、レジェンドジャンボさんの言葉ね、はい、もう一つ言って終わりにしたいな。パチってやつでしょ。パチってやつ、パチって俺のじゃないよ。知ってます、まあ、だいたいね、パチ出しちゃうの、だいたい基本パチ売りだけど、いや、もう、いや、ジャンボファンはみんな知ってることなんだけど、はいはい、まあ、ゴルフ上達するのね、うん、っていうのにね、ジャンボさんは言った言葉、うん、自分の可能性を信じれば、うん、上達は止まらない、うん、っていうことをこれ最後にね言っちゃっていいの、ね、まあ、2018年最後だからいつか、いや、まあ、いつも言ったらなんかね、ジャンボファンは知ってると思う、まあね、うん、いろんなところ情報源ありますからね、うん、ということで、まあ、来年も、まあ、今年1年ありがとうございました、うん、でまた来年も、ゴルフを楽しんでいきましょうと。いや、楽しみますよ僕は、ということでね、まあ、今日締めで打ってたけどね、うちょうさめはね、やっぱね、自分のクラブ出せなかったっす。やっぱ、1週間さ、寝込んでさ、自分のクラブ出したらさ、いや、まあ、1本だけ持っていけばよかったっていうか、まあ、いい、最後のジャムさんの締めでね、自分の上達をね、信じれば、うん、上達はね、止まらないっていうことをね、信じてアマチュアの人たちも頑張ってもらいたいな、はい、練習は嘘つかないんだよっていう意味もあるけどね、なんか、練習は嘘をつくっていう人もいますけどね、いや、まあ、それは、自分が上達の途中段階にあるときに、うん、みんなそう思うかもしれない、練習一生懸命やってるのに、ゴルフはでもこうなるスポーツですから、でもこうなったときにどうなるスポーツ、なるからね、まあそれを信じて、自分を信じて練習してくださいと。なんかあれだな、これで終わるのもさ、なんか上から目線で終わってるみたいじゃん。いや、もうそれはしょうがないよ、それはしょうがない、しょうがない、うん、しょうがない、今回上からのさ、終わりは2018年、まあ、だから来年も TK4 は頑張れよっていうことを俺から上からじゃん、プレゼントしとくよ、言葉でね、と、まあ、いうことで何も言えないですけど、はい、ありがとうございました。